四角い箱の蓋の部分の組み立ての説明をします。まずは腸の組み立てです。色が違うパーツを左右にそれぞれ持ち、左手のパーツを右手のパーツのここの中に入れます。青を黄色の方へ入れます。ここですね。ちょっと入れにくいので少しこう広げて奥まで入れると入れやすいです。向きを変え、今度はこの色と別の色を持ち、左手のパーツを右手の方のパーツへ入れていきます。向きを変え、最後のパーツを持ち、右手の中へ、右手のパーツの中へ、左手のパーツを入れていきます。そして、向きを変え、最後のパーツを最初のパーツの中へ入れます。これも左から右へ入れます。形を整えます。そうすると、こちら側が腸のようなリボンのような形になります。これが蓋になります。これでリボンのような形、腸のような形の組み立て方の説明を終わります。